こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー千本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムからどうぞ。それでは143回目の千本ノックを見ていきます。今日は頸椎に関する設問になります。頸椎の中でも特殊な形状をしているので特別な名前がついている頸椎を考えていきましょう。569本目。第一頸椎、関椎。第一頸椎は輪っかのようになっていますので関椎という名前がついています。ですから569本目は丸になります。570本目、第二頸椎、軸椎。第二頸椎は第一頸椎の輪っかを通すような軸のような棒が立ってますので軸椎と言われます。570本目、第二頸椎、軸椎は丸になります。571本目と572本目。第7頸椎は竜椎という名前がついています。第7頸椎というのは首をちょっと前に倒した時に後ろに一番ぽっこりと隆起して出る頸椎なので竜椎という名前がついています。ですから571本目がペケ。572本目が丸になります。今日の設問にありましたように、第一頸椎が関椎、第二頸椎が軸椎、第七頸椎が竜椎、こういった特別な名前がついていることをぜひ覚えてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。私のブログとこの YouTube 動画を合わせてご利用いただけますと、あなたの勉強の効率がさらに高まりますので、読者登録、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。